ペドロローシャペドロローシャこと、ペドロビルヒリオ、ロチャ・フランチェッティは、ウルグアイサルト出身のサッカー選手、サッカー指導者。彼の出身国であるウルグアイでの表記は、スペイン語で、ペドロローチャだが、彼自身は長らく、ブラジルで活躍したため、日本では、ポルトガル語読みでこのように表記されることが多い。クラブクラブレベルでは、主にウルグアイの CA ペニャロールとブラジルの、 サンパウロ FC でプレーした。ペニャロールでは、プリメーラーディビシオンで8度、コパリベルタドーレスで3度、インターコンチネンタルカップで1度優勝した。1963年、1965年、1968年には、プリメーラーディビシオンの得点王を獲得した。1970年に、サンパウロに移籍すると、カンピオナートパウリスタで2度優勝し、 セリエ A で一度得点王に輝いた。コパリベルタドーレス1974では得点王を獲得した。クラブはセリエ A で1971年と1973年に2位となっていたが、最終在籍年の1977年、クラブ初のセリエ A 優勝を飾った。1978年にはコリチーバイフシーに移籍し、 カンピオナーとパラナエンセで優勝した。ウルグアイ代表1961年から1974年までウルグアイ代表としてプレーし、52試合に出場して17得点を挙げた。フィファワールドカップに4度出場し、1962年大会は2試合に出場、1966年大会は4試合に出場して1得点。 九百七十年大会は一試合に出場、九百七十四年大会は三試合に出場した。また、九百六十七年の南米選手権では、決勝リーグ最終戦にてアルゼンチンに対し、決勝点を挙げ優勝に貢献した。九百八十八年から九百八十九年まで、ポルトガルのスポルティングクルーベでポルトガルの監督、九百九十六年に、 ブラジルの SC インテルナシオナルの監督、1997年に日本の京都パープルサンガの監督を歴任した。2013年12月2日、遺伝性の中脳萎縮症のためブラジルサンパウロの自宅で死去した。70歳没。ありがとうございます。